え、科医の平松です。今日は頂い,いた質問で、白内障手術後、単焦点、いわゆるこう、スキッと見えるタイプのね、レンズを入れたんです。なのにもかかわらず、光が、こう、ピー とこう斜めにとかね、えー、線みたいに見えるんですけど、これ大丈夫ですかってご質問いただいたんでお答えしようと思います。結論から言うとそれは悪いことじゃないことが多いです。一応眼科ではチェックしてもらってくださいね。なんですけど、なんでっていうと、まあ、いわゆるこうグレアハローの仲間なんですよ。で、まあ、イコールではないんでちょっと違うんですけども、まあ、よく えー、そういうのって多焦点レンズって言って遠くも近くも見えるレンズを入れると起きるっていうのは知ってる人もいると思うんですけどそうじゃないタイプの単焦点を入れても起きうることなんですねただそのうち慣れたり気にならなくなる人は多いですうんなのであんまり心配はしなくていいかなとは思います まただ一応主人の先生には一言言っといてください。まあ、こんな感じでちょっとした疑問質問とかにもお答えしていきます。いいなと思ったら高評価ボタンぜひ押していただければと思います。よろしくお願いします。